ウマイヤ朝のディルハムカディルハムは、モロッコとアラブ首長国連邦で使用されている、通貨単位。DH。ディナールやリアルの補助通貨単位としても使用されている。ディルハムというアラビア語は、サーサーアン・アサ、ペルシアで鋳造された、ディレム銀貨に由来し、最終的には、アレキサンダー大王統制によって広まった、キリシアの通貨ドラクマが起源である。7世紀に成立したイスラム教は、 同世紀にイラン、シリア、エジプトなどを征服するが、旧サーサーアン朝地域では、従来のサーサーアン朝のディレム銀貨、旧東ローマ帝国領では、従来のノミスマ金貨が用いられていた。このうち、旧サーサーアン朝地域で流通していた銀貨をディルハム銀貨と称する。693年には、ウマイヤ朝カリフ、アブドゥルマリクの下で、 イスラーム国家としての独自性を持ったディルハム銀貨やディナール金貨が打国され、8世紀半ばに成立したアッパース・アサでは、その領土の各地で銀貨や金貨が併用されるようになった。また、銀の主な産地はマーワラ・アンナフル、アフガニスタン、東部ペルシャであった。10世紀から11世紀にかけて、豊富な銀の産地を支配下に置いたサーマーン朝の体、 カズナーサ交易により大量の銀がインドに流出したため、イスラーム世界では銀が不足して悪質なディルハム銀貨が出回ったものの、12世紀から13世紀には中央アジアから銀が供給され、ディルハム銀貨がディナール金貨に代わる主要な通貨となった。そして、モンゴル帝国のイルハン朝では、ディルハムの4倍もの重さの銀貨が鋳造され、ディナール銀貨と呼ばれた。 14世紀以降、エジプトやシリアでは、銀貨は鋳造されなくなり、ファルス銅貨に変わっていった。ありがとうございます。